山下達郎さんの、ね、名曲スパークルのギターの練習を鍛えてますね。まだ全然弾けないんですけどね。夏の海から七つ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 の。ということで山下達郎スパークルのねイントロのギターの練習でしたね。こうやって教わるみたいですね。ここまずねポイントはね、これをこの4フレットね、これをバーで押さえて4 1 2 3 4をで、これをこういう風にね、メジャーセブンスのね、この押さえ方、これメジャーセブンスでしょ。でこれこのこのこれをね、これを置いたり置かなかったりね、ね押さえたり離したり、あとはね右手の感覚が大事なんで
コピーしようと思ったら、レコードの通りにしようと思ったらね、あれをね、こっちの感覚を、まあ、こっち自体はそんな難しくないですよね。で、次がこれね、でこれをね、あと右手の感覚が大事ですね。レコードのまんまコピーしようとするんだったらね、僕はそれがちょっとね下手くそなんでできないんで、こうスカにして遊んだりとかね、7つの海から、こんなことやってたらね、達郎さんに怒られちゃいますね。ね、まあ弾き語りなんでね、どういう風に演奏しようとね、自由だと思うんで、皆さんも遊んでみたらね、大体のコードはこんな感じらしいんですよね。ポイントはだからこのね、バーで押さえて、こうね、でこれをこれだけね、押さえたり押さなかったり。こっちの感覚がね、なってないですけど。って感じですかね。達郎さんのこの右手の感覚がやっぱ、カッティングの感覚が素晴らしいですよね、ほんとね。ということで、山下達郎スパークルのイントロのギターの練習でした。